あ、乗るの。いただきます。何の用だ一体。すぐに終わらせるから。吐くされるみたい。え、いや、それ俺がいない方がいいんじゃね。ないとかわからないし、昨日これがロッカーに入ってて。その人は、あのごめんね千尋ちゃん。もしかして彼氏とか。あ、一ノ瀬、誰かに告白するってそんな生優しいものじゃないだろう。そしてそれでもできなくて喉元まで出かかった好きの、その子の必死な思いに応えないといけないんじゃないのか。俺が言うのもなんだけどな。あそこまで行ったんだから、あなたは須藤君を。いや、俺は A クラスを目指してるわけじゃない。協力してくれるの？ ありがとう。ああ、そうだな。一人探すの B クラスも手伝うよ。いいの？ありがとう。何するの？多分計算だ。どうやってポイントを送ればいいんだろう。それなら知ってるぞ。え？当たったら教えて。無防備だな。実は櫛田さんと一緒だったの。桜の件で少しな。どうしたんだよ。どうしたって何が。いや、なんかものすごい顔になったなと感心していたのよ。私が頼むときにはその違いは何なのか冷静かつ慎重に分析していたところ。へえ。正当防衛という主張は須藤君が無傷であり、石崎君たちだけが負傷している。放心状態であろうと、体に強い刺激を与えられれば意識は覚醒する。このまま敗北だ。と共に現れた時には何か策を見。俺は諸葛孔明でもなければ黒田官兵衛でもないですよ。策なんてありません。言い放ったのは鈴音の暴走か。絵空ごとですね。そうだな。そうか。ならば。それを証明できるか。どうでしょうね。量販店の店員が女子高生に乱暴。明日はテレビで一躍有名人だな。未成年に手を出したんだ。あんたは刑事告発されて職を失い、あんた人生終わったな。訴えを取り下げることを認めた。そうですか。不思議なこともあるもんですね。俺は何もしてない。立花、初期の席が一つ空いていたな。綾小路、生徒会に入れ。断る。俺は面倒事が嫌いなんだ。の学生生活を送るさ。今はそれでいい。やるために協力するって。ほぼ強制的にだけどな。終わってないわ。あなたが何を考えているのか知りたいの。平穏な日々を送りたい。あなた一体何者。 A クラスに上がるための手助けはする。ただ俺の詮索はするな。話になりませんね。残念だ綾小路、お前は退学になり。あんたそれでも教師か。クラスを目指すか退学するか。別に普通よ。嘘つけ。話しなさい。動くな。38度近いか。一人で戦えないなら二人で戦えばいい。俺が手を貸してやる。そんなこと言う人じゃない。すみません。ん？
堀北。全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。